界は里に被害を与えたランキングです。ナルトの世界にはいくつもの里があって、中にはクーデターを起こすような人物もいます。特にこの葉隠れの里はいろんな人物の標的になっている里でもあるのです。何のために里を襲撃するのか、目的やそれぞれのキャラの思想などもあるので、内容も含めて詳しく紹介していきたいと思います。第5位、デーダラ、ガーラ、風影殺し。デーダラは人中力狩りをしていた暁のメンバーの一人です。ガーラに封印されている一尾シカクを狙いに砂隠れの里にやってきました。デーダラの見た目は霊台などにいそうな線の細い青年といった感じで、それほど強そうではありませんが、そんなことはありません。起爆粘土を使って見張りを手際よく殺し、戦闘においては風影であるガーラを追い込むほどの実力者でした。中でもタクラ C3 を練り込んだ人形は砂隠れの里を破壊するほどの威力だと言われています。またガーラを追い込みはしたものの、決定打にかけていたデーダラは里に向かって C3 を投げ込みます。これにはガーラも全ての力を駆使して里を守ろうと大量の砂を用いて爆発を無効化していましたね。もしガーラが動かなければ里は消滅していたに違いありません。デーダラはその際に生じた一瞬の隙を使ってガーラを追い込み捕獲に成功します。そしてそのままさらわれてしまったので、砂隠れの里としては里の多さを失うかなりの痛手になったことは間違いありません。第4位、ウチャーイたち、ウチャー一族虐殺。ウチャーイたちはウチャー一族の中でも天才と呼ばれるほどの逸材で、一族の人間にも里の上層部の人間にも実力を認められていました。そんなイタチは誰よりも平和を望んでいたので、ウチャー一族がクーデターを企てたことで悩んだ挙句一族の虐殺を決意、サスケを残してウチャー一族を皆殺しにしてしまいました。これによってクーデターは起こらず、里には直接的な被害はありませんが、その後の里の人間には精神的な不安はあったはずです。ウチャー一族も里の人間であり被害者とも言えるので、里に与えられた被害としておきます。第3位、オロチマル、コノハ崩し。オロチマルは三代目ホカゲであるヒルゼンの弟子で、ツナデやジライアと共に伝説の三人と呼ばれる英雄のような存在でした。しかし不老不死や禁術の研究の結果、コノハ隠れの里にいられなくなってしまったのです。そこでオロチマルは新たな里、音の里を作って里を里となり、自らの計画を虎視眈々と進めていきました。その計画がコノハ隠れの里を崩壊させることです。そのために四代目風影を殺して自らが成りすまし、砂隠れの里を味方につけていきます。音隠れの里の忍びも育て上げ、音の四人衆と言われる実力者をそばに置くことでコノハ崩しを開始。コノハ隠れの里で行われる中忍試験を利用して自らも入り込むことで計画の機会を伺っていました。そして中忍第三次試験が始まると行動に移します。第三次試験は格闘技場で忍び同士を戦わせるというものでした。そこには多数の観客や木陰であるヒルゼンも見に来ていたのです。オロチマルはそのタイミングを狙い、まずは観客に現実をかけて眠らせると、元の4人衆が作り上げた結界死死エンジンの中に自分とヒルゼンを閉じ込めました。これによってヒルゼンは1対1での戦いを強いられることとなります。老いたとはいえ忍びの多さであるヒルゼンは相当な実力者だと言えるでしょう。オロチマルは対抗策として江戸転生で蘇らせた初代ホカゲの柱間と二代目ホカゲの扉間をぶつけました。これによってヒルゼンは追い込まれていき、実力で勝つことは不可能と判断します。そこで使用したのが式風陣です。自らの命と引き換えに相手の魂を食らうこの術によって、江戸転生で操られていた柱間と扉間の魂を自分の魂と共に死神の腹の中に封印することに成功します。その際にオロチマルも一緒に封印しようとしましたが、戦闘によるダメージやオロチマルに刺された刀の影響なのか、なんとか両腕のみ封印することに成功していましたね。これによってヒルゼンは命を落とすことになるも、オロチマルは撤退を余儀なくされた。もしオロチマルがヒルゼンを殺すことに成功していたとなると、もっと被害は拡大していたでしょう。音の忍び4人衆と江戸転生で蘇った柱間と鳥山によって多くの人間が手にかけられる可能性がありました。実際にこの事件で出た被害は作中ではあまり描かれていませんでしたが、里全体を襲うほどのクーデターなので、ヒルゼンを筆頭に多くの犠牲者が出たことでしょう。しかも砂隠れの里は長である風影を暗殺され、被害は大きいです。家屋などの被害はほとんどありませんが、裏で死んでいる人間が多数いたことは間違いないです。この事件をきっかけにコノハ隠れの里と砂隠れの里は危機管理や体制を見直すことになったのかもしれませんね。第2位、ペインディクド、コノハ襲撃。
暁によるコノハ学園の里襲撃事件がありました。これは暁のリーダーであるケンによるもので、人中力であるナルトのキュービを狙ってのことです。ペインを操っているナガトはナルト捕獲のために陸道ペインを出動。ガキ道、地獄道、人間道、修羅道、畜生道、天道の能力を持つペインがコノハ学園の里に入り込むと、次々と里の人間を殺していきます。この動きに五代目ホカゲの綱でも気がついて、治癒能力を使い犠牲になった人々の救護に当たりました。しかしペインたちの進軍を誰も止めることができず、被害は拡大していくばかり。そして天道ペインが赤力を操る真な転生を使用して里全体を一瞬で崩壊してしまったのです。ナルトは里が崩壊した後に到着してペイン陸道と戦闘を開始。戦術を身につけたナルトの力は凄まじく、天道ペイン以外のペインを次々と倒しました。それから天道ペインと一騎打ちとなったナルトですが、他のペインとの戦いで力を消耗していたのでかなり不利な状況です。天道ペインは真な転生や万象転移によってナルトを追い込みます。さらには助けに来た日向ひなたに致命傷を与えたことで、ナルトは怒りに身を任せ九尾化してしまいます。それを見た天道ペインは自爆転生を使い、ナルトを周囲の土地ごと宙に浮かぶ石の塊にしてしまいました。ナルトは九尾の力で自爆転生から逃れようとしますが、最悪なことに九尾の封印が完全に溶けてしまいそうになります。その時ナルトの意識の中で父親である波風湊斗が登場します。もともと九尾をナルトに封印したのは湊斗であり、もし8本目の尾まで封印が解放されてしまった場合に、ナルトの意識の中に現れるように再興していた様子。初めてナルトが親子の会話をした感動シーンでもありますね。その後湊斗はナルトの封印を組み直して九尾の力を再度封印したのです。これによってナルトは我に返り、さらには地爆転生から抜け出すことに成功します。そこからは仕切り直しの戦いとなり、ナルトは風遁螺旋手裏剣での攻撃、外壁に変化させた影分身による奇襲などを行います。じわじわとペインを追い詰め、最後は真な転生を破ってお得意の螺旋画を加わって勝利します。そして全てを操っていた長門へとたどり着くことができたのです。ナルトは長門と平和についての対話をすることで改心させることに成功。そして長門は自らの願いをナルトに託すことに決めました。また改心した長門は輪廻転生の術によってコノハ学園の里の人間を生き返らせたのです。その代償として、長門は命を失うことになり、暁という組織が崩壊します。この葉隠れの里の被害は家屋などが主で、死んだ人間は生き返ったため、死者に関してはほとんどいないと思われます。それでも復興するのにはしばらく時間がかかったのは言うまでもないですね。第1、ウチャオビト。キュービ事件、この葉隠れの里に甚大な被害を与えたのはオビトが一番でしょう。それはダイオで忍界大戦より17年前に起こったオビトがシャリンガンで操ったキュービによるコノハ襲撃事件です。もともとキュービはナルトの母である渦巻クシナに封印されていましたが、オビトはクシナの中にいるキュービの封印を解き放ち、自らのシャリンガンによってキュービを自分の支配下に置いて暴れさせようとしていました。クシナはナルトを出産したことで一気に体力を使い果たしてしまいました。そのタイミングを狙ってすかさずオビトが謎の襲撃者としてクシナの前に現れます。出産に立ち会っていた湊がその襲撃者と立ち会うことになりますが、襲撃者が死んだはずのオビトだとは夢にも思わない。オビトは生まれたばかりのナルトを人質にして、また苦難を用いてナルトを殺そうとします。湊は瞬身の術でナルトを助け出しますが、被爆札がナルトについており、実は湊に飛来神の術を使わせるための罠でした。そして湊をクシナのいる場所から引き離します。それからクシナを別の場所へ連れて行き、クシナの体内に封じられているキュービの封印を解きました。キュービはオビトのシャリンガンによって操られた状態のままクシナの体内から出ると、この葉隠れの里に無理やり口寄せで呼び出され暴れます。里の人間は無警戒の状態だったので、キュービの出現に対して何もできずに建物ごと次々と吹き飛ばされていきました。湊は里の人間を守るためにキュービを相手にしますが、オビトも湊に襲いかかり殺そうとします。しかし若くして4代目ホカゲに就任するほど湊は優秀であり、冷静にオビトの能力を分析してすぐさまオビトを撃破。そしてすぐにオビトからキュービを引き離すために契約封印を行います。しかし契約を解除されたキュービは止まらずにコノハの里を攻撃します。コノハの里はめちゃくちゃになりかけますが、湊が飛来神の術でキュービを連れて被害が出ない場所へ移動します。そして動きを封じるための結界をクシナと共に張りましたね。最終的にはクシナの命と湊の命を引き換えにナルトにキュービを封印することができ、大惨事を止めることができたのです。この事件はコノハの里に住む多くの人間に死と恐怖を与えたでしょう。はーっ
ね、里に被害を与えたランキングはいかがだったでしょうか。コラハ隠れの里は狙われやすく、また大きい被害が出ることも多々ありましたね。そしてそのきっかけとなっている人物は、コノハ出身者がほとんどという不思議な関係性になっています。他にも里に大きな被害を与えている人物がいるという方がいましたら、コメントをお願いします。